こんにちは、マリサです。こんにちは、霊夢です。簡単中国史です。マリサさん、今日は誰ですか？今日は三国時代の、諸葛亮孔明です。おお、あの天才軍師ですね。そうですよね。三国志演義では、神がかり的な、天才として、書かれますよね。はい。彼の出生は、少し謎だけど、徐州で生まれたと、言われているんだ。そうですか。そして背は190センチくらい、あったと言われているよ。おお、高いですね。諸葛一族は、有名な家系で、親族が各地で、管理になって、活躍しているよ。そうなのですね。彼が幼い頃、余生大主の、叔父の諸葛玄と共に、暮らしていたが、戦乱に巻き込まれ、叔父は殺され、諸葛亮は慶州へ逃げた、と言われているんだ。大変でしたね。慶州では性交うどくの、生活に入り、そこで女所や宝刀と、信仰を結んだり、嫁をめとったと、言われるよ。そうなのですね。ちなみに諸葛亮の嫁は、見た目が醜かったと、言われているよ。そうなのですね。でも諸葛亮は、性格や才能に、魅力を感じて、結婚したらしいんだ。そうなのですね。孔明らしいですね。やがて戦乱が、激しくなると、叙所から推薦された、劉備が諸葛亮を、部下に迎えるために、諸葛亮の家に見たび、足を運んだんだ。すごいですね。どうしても部下になって、欲しかったのですね。劉備の熱意に動かされた、諸葛亮は部下になることを承諾し、よかったですね。さらにその後、劉備が取るべき戦略を、披露するんだ。ほうほう。それは、その時すでに、大きくなっていた、曹操、孫権の勢力を避け、まだ支配の及んでいない、西の慶州、越州を、劉備が支配、するべきだという、天下三分の計、だよ。ほうほう。確かに弱小の劉備でも、なんとかなりそうですね。劉備は諸葛亮の、見識に惚れ込み、自分が孔明を得たことは、魚が水を得たようだ、と言って喜んだそうだよ。面白い表現ですね。劉備と孔明の仲を、嫉妬した張飛が、孔明を見ると、水が歩いている、と言って、からかったそうだよ。張飛らしいですね。その後、劉備は一時、劉表の下で、世話になるのだけれど、劉表の後継は、次男に決まっていた。そうなんだ。長男である勇気が、自分は殺されるだろう、と相談に来ると、諸葛亮は古代の、歴史を例に挙げ、宮廷の外に出て、身の安全を図るように、助言する。そうなんだ。勇気は遠方の地へ、赴任して、命を守ることができた。よかったですね。その後、勇気は、劉備や諸葛亮が、曹操に追われて、窮地に陥った時に、助けてくれている。よかったですね。諸葛亮の人徳が、劉備を助けましたね。そして曹操の追撃により、劉備一行は南に、逃れるのだけれど、長江一帯を支配する、こと同盟するために、諸葛亮は、孫権の元へ出向く。頑張ってほしいですね。後に仕えていた、露宿や兄の諸葛瑾の助けもあり、見事同盟を、結ぶことができた。やったね。この同盟がなければ、劉備軍は滅びていたよ。そうなんだ。そして数万の同盟軍が、赤壁の戦いで、数十万の曹操軍を、撃破する。すごいですねー。その後、劉備軍は、慶州と越州を、攻略していく。当初の目標ですね。苦労の結果、
2周を漂流し、その後艦中も漂流する。すごいですねー。そこまでは良かったけど、何かあったのですか？後に接する慶州の、留守を任せていた関羽が、後との関係を悪化させ、結果、殺されてしまう。あの関羽がですか？これに激怒した劉備が、諸葛亮が、止めるのも聞かずに、後への戦争を、決めてしまう。これが、伊良の戦い、だよ。最初は協力して、早々と戦ったごと、戦争してしまうのですね。この戦いはどう考えても、無理な戦い、だったのだけれど、諸葛亮が、止められないほど、劉備が激怒して、しまったんだ。まあ、そんな人情に熱いところが、劉備の魅力とも、言えるのだけれど、劉備の最大の魅力であり、最大の弱点だよ。そうだね。とりあえず、劉備の職軍は、壊滅的に大敗してしまう。壊滅的なのですね。兵士の大半を失い、経済的、軍事的に、国自体が事実上、崩壊してしまう。職の各地で反乱が起こり、国中が無政府状態になってしまう。マジですか？しかも劉備は辛労のため、病死してしまう。職の国どうするんですか？皇帝位は息子の劉禅へと、受け継がれるのだけれど、その結果諸葛亮が、補佐というか、政治をすべて、動かしていかなくては、ならなくなってしまう。大変ですね。しかしここから、諸葛亮の進化が、発揮される。そうなんですか。まず各地で起こる反乱を、根気よく平定する。はい。そして、塩、鉄の専売を行い、食産工業を奨励して、経済を立て直す。おお。また南方地域を、支配下に置き、巨大な食料供給地、を確保する。おお。最後に悪化したごとの、関係を修復していった。おお、すごい。それにより職の財政や、政治は急速に回復したと、言われているよ。すごい。軍師というか、政治家ですね。もちろん軍も編成し直す。おお。木の牙の機動力に、対抗するため、連動発明し、歩兵の武器を剣から、殺傷力の強い刀へ変え、さらに八陣と呼ばれる、戦術を採用する。どんな陣なのですか？重装歩兵で守り、連動で攻撃するという、陣なんだよ。ほうほう。確かに義の牙攻撃を、防ぐことができそうですね。そして軍の配置も、一箇所ではなく、艦上、落城といった、複数の城を使った、防衛戦で義軍の機動力を、封じるという構想を取る。ほうほう。この義軍の、機動力封じ作戦が、見事功を奏して、それ以降の義軍の攻撃を、ことごとく跳ね返したんだ。すごいですね。義軍は強力でしたもんね。しかも経済対策の結果、食料や経済が潤沢になり、義へ攻め込む北伐を、5回も行えるまでになった。すごいですね。しかし戦略構想から、考えてわかるように、食軍は守りには強いけど、攻めるには、あまり向いていない。そんな気がします。結局諸葛亮が、生きているうちには、義に大きく進行することは、できなかった。しょうがないですよ。無政府状態から、ここまで職を、回復させたのだから、十分良いですよ。そして第5次北伐の陣中で、諸葛亮は死んでしまうんだ。そうなのですね。その際引き上げる職軍に、義軍の芝居中達が一度追撃しようと、するのだけれど。はい。
食軍が反撃しようとする。姿を見せると、諸葛亮の策略だと考え、恐れた義軍がすぐに、撤退したことから、死せる孔明、生ける忠達を走らす、と言われたんだ。面白いですね。それほど孔明を、恐れていたのですね。次を見た孔明友禅は、大いに泣いたと、言われているよ。疲れていたのですね。また諸葛亮は、生きている時に、裁判も多数行ったけれど、何でも、行っていたのですね。裁きがとても公平で、罪に問われた人物からも、尊敬されていたと、言われるよ。それはすごいですね。普通恨まれますよね。人格が優れていたのですね。こんな感じで、漢中という前線に立ち、戦争しながら人の、政治まで行い、人事から裁判まで、行った超人諸葛亮が、何よりすごかったのは、最後まで君主の友禅を、裏切らなかったこと、かもしれないよ。確かにそうですね。普通は、皇帝を奪いますよね。そんな誠実なところが、諸葛亮の魅力ですよね。わかります。今日の話は、これでおしまいです。それではまた。またまた。